朝に小学校に入ってもらいます。うわうわいや待って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 、 やばいこれ。何かいそうでめっちゃ怖い。いやそれ怖いな。何かがあるってことはリアル学校の階段みたいな、うん。出張ホラーナイト。あったかい、あったかい、あったかい。今回はですね、はい、ソロ小学校あと。小学校今回初めてだ、初めて。あとに名前すごくない？小学校に入ってもらいます。えマジ？うわ、怖い。小学校初だわ。うわ、まあ、あとね、昼は昔の趣のある学校みたいなのを見れるエリアみたいになってるんですけど、夜はもう変貌する。様変わり。うわ、なんと明治に作られたらしくて、うわ、古いね。めちゃ古いやつ。築180年ぐらい。相当な歴史とおぞましい感じで、知る人ぞ知るスポットみたいになってる。理科室とか安定校。いや、そういう感じじゃないよ。あ、明治だから、ほんと。あー、俺らの戦前みたいな学校。はいはいはい。イメージで言うと。レートで言うと、SSS。え、見て。そんな軽く言って、そんな軽く見た目はね。ただ一応、その何か事件が起きたとか。あー、そういうのでは。そういう情報はないです。まあ、ただ学校。シンプルに噂によると、やっぱ学校なので、子供の霊がいるとか。事件が起きたわけじゃない。っていう意味では中身的には S とかその辺なのかな。なるほどな。でも学校の七不思議とか結構多いじゃん。そうだから学校ってやっぱ思い入れとか詰まってるから。そうだね、報われないと何か起こしても起きてもおかしくないのかな。確かに。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、レッツゴー。もう早速なんかてか、うわ、何これ。鳥え、もう鳥。うわー、もう学校に鳥っておかしくない。おかしいよね。しかも鳥の奥にやっぱりそういうのがある。ね、あれは学校じゃないんだ。見たことない感じ。うん、中国読めないな。この感じ。なんだろう、なんか。うん、見たことない。神社ではおなじみの手洗うやつ。そうだね。亀だ。でもね。え、本物？え、違った。作り物か。めちゃめちゃリアル。でも流れてないのおかしいよ。うん。普通清める水でしょ。そう。待って、上に八丁ある。え、あ、本当だ。あ、本当だ。待って待って、やばい。あ、怖い。整備されてないんだ。ここにあるんだろう。これ何なんだろう。そこなんの建物なんだろうな。誰かいる様子で見えない。うん、不気味だよ、うん、ドアの感じが。うん、古いね。古いよね、これ。元気があるやっぱ。古いよね、これ。うわ、なんかもうやばそう。何かありそう。あったぞ。あ、もうこれなんじゃねえの。これなんだこれ。あ、これとか。待って待って、うわ、なんかもうやばそう。何かありそう。あったぞ。あったぞ。あ、もうこれなんじゃねえの。これなんだこれ。あ、これとか。これとか。これとか。待って待って、それじゃん。あ、これじゃない。これこれピンボケ、ピンボケ、ピンボケ。こっち向けて、こっち向けて、こっち向けて。なるかも。で、こっちもあるよね、槍にも。これですよね。うん、こっちにもあって。でけえ、こっち。完全ちっちゃい。完全廃墟化になってるの。うわー、待って、廃墟化。これ何のためな。やばくない？もう生々しさやばい。うわ、なんかちょっと見落としてきて。何なんだろうな、これ。全然わかんない、全然。何だろうな、マジで。全然わかんない。でもトイレっぽいっちゃっぽいよ。ボットンベンの跡みたいな。うわ、もう早ない。ないてか、歩いてすぐよ。もう近すぎる。うわ、やっばい。え、な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 。うわ、うわ。これだ。これだ。うわ、ほんとだ。これだ。ちゃんと学校じゃん。ね、学校だね、本当に。木造建築の。あ、なんか刻まれてるわ。
また奥にもね、もう一個あるんですよね、メッカンが。ちゃんとドア開いてるし、窓とかもちょいちょい割れてたり、結構雑になってるんだよね。じゃあ、行ってみますか。これ行くんすか、やっぱりなんか。え、綺麗すぎん。うわ、和室の、なんだろう、ここで座禅とかしたんかな。あー、ありえる。赤い羽、遊び場、子供。何これ、怖いの。なんか書いてる。あー、でもすげえ、黒板みたいなのもあるの。ちっちゃいよ、ね、下にも。なんか数字が書いてる。変な数字書いてる。いや、待って待って、やばいよこれ。これやばいでしょ。うわ、やばい。うわ、待って、これ。どうしたんですか。いなくない？チョーク。チョークないな、確かに。どうやって書いたんだ。ドアがあるな。うん。ほんと、綺麗なんだけど。うん。深い。うわ、開くんだ。開くんだね。あ、トイレだ。うわ、綺麗。まんまトイレ。あ、ほんとだ。昼はあれだね、普通に見る人がたくさんいるから。綺麗にされてるね。普通にトイレだな、と。屋根とかになんかいそうでめっちゃ怖い。いや、それ怖いな。いや、それやばい。教えと言ったらね、基本だからね。教えとか。こん中めっちゃ不気味。うわっ、なんか赤ね、うわぁ、ほんとでも押し入れって感じだ。穴開いてるとかする。下もガチャガチャで。ここやっぱ、ここですよね。こっち、こっちがこっちがメインというかね。こっち問題だね。三重組だもんね、ここ。ここやばいね。症状とかある。うわ、ほんとだ。準優勝西チーム、なんだよ、平成6年すげえ。ああ、俺が生まれた、6日後ぐらい。そうだね。散乱してるんだよ、なんか立てるやつなんだろうね、きっとね。なんか書いてある。うわ、なんか歴史がありそうな。読めない。なんか文字が刻んであるんだけど。なんかよ、あれぞ。なんか用具だ。あ、なんか運動会とかで使うよ。なんの部屋？何ですか、得体が知れなすぎるな。正面入り口みたいな感じ。マジ？子供の声？子供か大人かちょうどわかんないぐらいの女っぽい。まあ学校だからね。そこに廊下があるよ。うわぁ、え、なんだこれ。あ、なんか書いてる。第一学級と書いてる。ここもなんかすっげえ大人違われる。うわぁ、なにこれ。立体各壁に普通さ、こういうの全部大体同じ名前。うん、何してたんだろう。左になんか紙見つけた。ほら、第一学級、第二学級みたいな。それよりここでしょ。やばい、廊下。うわ、学校って怖えな。エグすぎる。うわやば。ここが、あ、ここしっかりしてるわ。教室、なんだ教室っぽいサイズではある、うん、そうだ。さっきの黒板みたいな同じようにここもない。どうした何する。さっき何書いてあるの。何文字ばっかりだ。こう見ると文字って怖えな。なんか椅子ね、椅子。これやばい。何これ。一個だけ椅子おかしいやつ。おかしいね。向きがやばい。なんか変に。なんでこの一個だけ欲しいんだろう。ちょっとその上怖くない？抜けてんの。うわ、飛ぶわ。うわ、怖っ。何かがありそうだよ、この裏。絶対いるよ。椅子っぽくない？なんか
上に引っかかってる。確かに椅子っぽい。あー確かに椅子ここに顔をカメラで見えるっしょ。あーまあ分かると思う。だってさ、これ抜けてんじゃなくてさ、蓋あったそうだ、蓋がある、ずらしてんだよ、ずらして、そう、何か置いてる、何かがあるってことは絶対何か置いてるよね。そうそういうことだね。あえてやったら、ほら多分ここに端周り見れば分かるよ、作りが違う。確かに、いやこれ怪しいな、これ。ああ意図的な何かだ、絶対何かがあるって。意図的なやつ、はしごとか行けたらいいけどさ、してんだよ。そうそうそう、行けたらいいんだけど、普通の裏絶対やばいぞ、やばい、絶対この裏やばい、はしご、何かがきつい、やめろだな。もう分かってほしいな、この渡り廊下の感じね。これ赤井さんの癖しますけど、すごいよ。ああ見える見える見える、すごくないこの感じね。逆にすごいね、うん、リアル学校の階段みたいな、うん、ここまで雰囲気出ます、うん、はい、ということで帰ってきました、はい、ました、はい、不思議って感じだったね、うん、ちょっとね、というか理解できない部分が多かったね、うん、やっぱり逆にすげえなと思って、うん、ここが神秘的すぎて全く怖くないのか、それとも夜だろうがなんだろうが新スポじゃねえとこって怖えのかっていう、怖くないんじゃねっていう説。逆に言ったら俺らあんなにビビり散らかしてる心霊スポットって、うん、普通に不気味とかどうこうじゃなくて、うん、何かがやばいんじゃないかっていう。そうだね、普段行ってとかやばいんじゃない、うん、そう、そうだからちゃんと事件とかそういうまがまがしい過去がないところってこういう感じで住んでんじゃないかな。ああなるほどね。そうだから俺ら行ってるところってもうやばい感じビンビンに来るじゃん。何かした事件があって、そうだからちゃんと事件が起きてるところってそういう雰囲気空気がもうやっぱ出ちゃってんじゃないかな。あそう、なるほど、ちゃんとその怨念みたいなもの、うん、間違いない。新スポって言われる怖い過去がないところは夜でもこういう雰囲気なのかっていうのも気になるよね。なるほど、ここが特別なのか、うん、でも普通に新スポ以外はもう夜もこんな感じなのか、うん、なんか俺ここが特別な気がするけどな。恐怖わからすぎだよ。いやわからすぎ、わからすぎだよね逆に、うん、またこういうところがあればね、うん、いけますけど、ね、うん、はい、たまにはこういうのもなんか、ね、そう跡地とかじゃなければないと普通あんま許可をね、多分ガチガチに取らないと、うん、入れない。そう、中で撮影ができないので、うん、こういうとこって結構レアなんですよ。そうだね。って考えて、またこういう場所に会えれば検証はできるんですけど、はい、逆にそこが怖ければここが特別になってことじゃん。そうだね、うん、でそこも怖くなければ普通に心霊スポットがヤバすぎるってだけなんでちゃんとガチなんだなっていう。逆に俺はそこは気になっても仕方がない、うん、逆に言えばどんだけ俺らがガチの反応しかしてないのかっていうのをこれ見てわかると思います。間違いない、はい、証明された。怖くないのは怖くないって言いますよ、ね、うんうん、もう今回、レートなしなしですね、なしです、はい、特別枠だねこれは、はい、特別枠ですね、はい、ただここから分かんないからね、それこそ声がね、まあそうだね、まあ、アップロードの動画だ、そう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 、うわなんかもうヤバそう、何かありそう、あったぞ、あ、もうこれなんじゃねえの、これこれじゃないの、なんだこれ、あ、これとか、これとか、これとか、薬指導の巻きみたいなことがあ、うん、それはね、調査してくれてる皆さんがコメントで教えてくれると思います。はい、お願いします。まだまだ第4弾出張ホラーナイトウィーク続いていきますね。はい、今から我々は次の心霊スポットに、うまだなんですね、まあ本当ここが特別だっただけなので、これ以外はちゃんと忌々しい過去があるところに行きます。一旦これ挟むとまたやべえな。ということで皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次の出張ホラーナイトでお会いしましょう。バイビー、バイビー。これが公園、人目、公園っておかしくない、これ人目につかなすぎない。うわ、もう鏡ある。あ、しかもなんか、上とかもなんかすごい、何が分かる、何が分かる、何が分かる、ちょっと待って、え、すごいの、あれ違う、うわ、怖い。